はい、それではオクトパストラベラー続きを進めていこうと思います。さて、前回アリアナちゃんっていうね、プリムローゼを知っている女の子と出会ったんですけれども、彼女の家に行くところからの始まりですね。ここは実はこの村には秘密があります。召喚があるのです。この家ね、前回行きましたよね。私もそこで勝負をしています。ああ。ここは聖火教会大聖堂にほど近い場所にありますので、顧客には口外できない方もいて、召喚の存在は秘匿されています。表向きには存在しないことに。そしてこれがその地図というわけね。さようです。はい、その地図には待ち合わせ場所が記されています。待ち合わせ？ええ、召喚へ行くための馬車を待つ場所です。召喚の場所は隠されています。その馬車に乗らないといけません。ねえアリアナ、一つ聞いてくれる？はいはい、お嬢様お願い、今夜の馬車に私も乗せてちょうだい。私言ったでしょ、ある男に会いたいの。左腕にカラスの入れ墨がある男に。あ、アリアナも知ってる。はい、確かに召喚の支配人にはカラスの入れ墨がありました。プリムロゼ様、何をなさる気ですか？なすべきこと。かしこまりました。準備ができたらお越しください。馬車を待ちましょう。よし、お、パーティーチャットがまた見れるぞ。アーフェン、うん？何そわそわしてるのよ、アーフェン。プリムロゼ。いや、何、北の国は冷えるなって。お、俺は南の前だからよ、寒いと落ち着かなくて。召喚のことが気になるのね。図星ね。すまねえ、たまには美女と酒でもと。旅に集中してくれるかしら。それに美女ならここにもいるでしょ。おう、あー、そう、恋の予感。あら、馬車が来る前待ちますか？うん、もう行っちゃいましょう。あれが馬車の御車、オランという男です。ただかなりの堅物でそれで雇われているのですが。ふーん、そうなの。ねえ、ごきげんよう、御車さん。ん？見ない顔だ、信号か。ねえ、ええ、今夜から召喚で働くのよ。いや、聞いていない、馬車には乗せられん。へえ、なるほど、堅物ね。ねえ、業者さん、私踊り子なの。私の踊り一度見たら忘れられないわよ。踊らせてもらおうかしら。見てみたいでしょう。うん。きっと気に入るわよ。え、そんな単純なの？さて、終わったのか。あ！いかがだったかしら。別に。あ！失礼しちゃうわ。こいつは話にならんな。でもこれでね、ちょっとね、なびいてたね。私ちょっとドン引きしてたわ。その単純なのみたいな。ちょっとなんかこの脚本家に疑問を呈してたわ。よかったよかった、ここはなびかられないで。素敵な踊りでしたわ。ありがとう。ありがとう。でも褒められても虚しいわ。だから言いましたのに、堅物だって。何か方法はないかしら。
誰かオランを説得できる人はいないかしら。アリアナなら何か知っているかもしれないわ。オランを説得できる人物を誘惑する。確か御社のオランはバーテンダーに借りがあるっていう噂が。おお、いい話を聞いた。またパーティーチャット。誰だよ。あ、サイラス。いや、見事なアドイだね。ふ、ありがとう。私ではあんな動きはとどダメだね。足がもつれてしまう。ふ、ダンスは苦手なのかしら。そうだね、舞踏会やらに呼ばれても理由をつけて断ってきたよ。私も練習すればうまく踊れるようになるかな。あなた覚えは早そうだもの。あとはそうね、一番のコツは何よりも踊りを楽しむことよ。ほほう、なるほど、興味深いアドバイスだ。体が思い通りに動かせようと確かに楽しそうだよね。学問も踊りも楽しみながらというわけだね。ふ、興味があるなら練習を見てあげるわ。ああ、それは助かる。ぜひよろしく頼むよ。おお、いいっすね、いいっすね、いいっすね。よいしょ。貸しがあるって言ってたよね、誘惑。あ、こいつか、お前か。 100% とかちょろいな。オラも説得してほしいって。うん、もう考えてもいいぞ。さ、おいで。目いっぱい可愛がってあげる。お願いします。ご、これは。あ、あなたは。どうも。その説はどうも。へい。え、この新顔を馬車に乗せろと。うん。いや、あなたの頼みとあらば仕方がない。強いなー、バーテンダー。乗りな。はい。わーい、出発しちゃいましょうか。よし。よし。あ、キャバタン。クリームローゼ。お父さんか。お父さん。お父様。今一度手合わせを。はい。もう十分だ。何が足りぬのか考えなさい。あ、領主ジェフリー。お父さんじゃない。お前は栄えあるエゼルアート家の一人。お父さんか。いいのか。はい。もっと強くあらねば。はい。はい、お父様。で、エゼルアート家ってあれだよね。クリムロゼ。どこかの町で。家の主に必要なものは何だ。出会ったよね。それは。他の家に遅れを取らず一族を繁栄させることです。プリムロゼ、竹など取るに足らない。大事なものは自らの家にある。家の主に必要なもの、それは信念だ。信念。信じるものを持っていること、それをなすまで屈しない心、千の屈辱にも道を見失わない意志だ。己を信じ貫け、プリムロゼ。はい、お父様。この短剣をお前に譲ろう。うん、我が家訓を刻んだ探検を。なるほどね、これでもらうわけか、探検を。お父様、プリムロゼ様。ど、あ、ごめん、切っちゃった。アリアナ、お疲れだったのですね。父のことを思い出してたみたい。思い出の中でも説教してたわ。当主様は厳しいお方でしたから。そうね、剣も
書も人としての在り方も全てを父に教わったわ。父はいつも言ってた。己の信じるものを見つけろって。信じるものか。ん？着いたぜ。お、目的地着いたわ。さあ。わあ。くれぐれも上には内緒にしてくれよ。ついにカラスの映像見の男に会えるわけですね。かつてゼルアート家は他の有力貴族と覇権を争っていた。先祖はそのために手を汚したらしいわ。そしてある代で圧政を敷いた当主を宴の場で毒殺し権力を奪ったらしいの。やるっていうか怖っ。それから民を救うためとはいえ卑劣だと蔑む声も多かったわ。でも決して立場は譲らなかった。そう、己を信じ貫け。ゼルアート家の家訓に従ってね。はい。家同士の争いなんてもう興味ないけど、家訓は今でも私を支えてくれているの。たった一つ信じるものがあればいいのよ。プリムロゼ様。プリムロゼ様は何を信じるのですか。そう言いかけて彼女は答えを恐れた。何か言ったアリアナ。いえ、結構大きい館ですね。こちらが黒曜館です。この召喚はそれは黒い噂が絶えません。娼婦を売買し各地の権力者とつながっているとか。召喚って今で言うとこの風俗みたいなもんなんですかね。私が働いて数年、同僚が何人も行方知れずになっています。私は安く売られてきた娼婦です。いつ自分が売り飛ばされようかと思うと私怖くて。ごめんなさいプリムローゼ様。ごめんなさい。私アリアナタン。この洞窟を抜ければ誰にも見つからずに支配人の部屋に行けるでしょう。プリムロゼ様、どうかお気をつけよう。私は仕事に参りますのでご案内はここまでで。ありがとう。ええ、ありがとう。アリアナ、あなたもしっかりね。でもさ、こういう召喚にね、通う人たちって結婚してたりとかさ、ね、家庭を持ってたりとかするわけでしょ？でもやっぱり若い子を抱きたいって思うんですかね？若くてスタイルが良くて綺麗な人。男の気持ちってわからんわ、本当に。よし、じゃあ行きますかね、この先に。よいしょ。いや、で、なんかやんないとって思ったんだっけ。あ、そう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 。なんだっけ。プリムロゼのご実家、あれですよね。ここ、ノーブルコートにありましたよね。ね。テリオンくんの話やった時に、確か。そう、プリムロゼのレベルが超心配なんだけど、大丈夫かな。アーフェンくんもなんだけど。お、もうセーブポイントがある。アイテム回収していきたいですな。こことこうつながるわけね。宝箱。プラム。
そう、SP 回復のプラも一気になくなったからな、前回のバトルで。あー、さて、バトルです。お、エビ。エビじゃない、ドラゴンか、こいつ。なんかエビに見えるんだけど、気のせいかな。さてと。あ、ちょちょ、あ、あ、ちょちょ、あ、逃げ、あ、あ、逃げちゃった。あ、逃げちゃった。ごめん。よいしょ。こっちにもある。よいしょ。間違えて逃げてしまったよ。気絶治療。なんかまださ、あの状態異常で苦しめてくる系の敵あんまり出てきてないからな。そうそう、出てきそうですよね。よいしょ。黒曜館への隠し道。ああ、イベント、あ、一方その頃、よーし入れ。あ、こいつか、入れ墨の男。ルフズ様、どうかお聞きください。私は一人娘を手塩にかけて育てました。毎日髪を溶かし服を着せてやりました。教会司祭、ちょ、偉い人じゃないの。たくさんの愛を注いだのです。しかし娘は地方貴族の息子に汚され、嫁入り前に傷つけられた娘は自ら命を絶ちました。私はもう娘の綺麗な髪を溶かしてやれません。あの田舎息子がのうのうと生きてると思うと夜も眠れません。あ、殺せってこと？ルフズ様、どうかその偉大なお力を私めにお貸しください。どうかあの憎き家に復讐を。それ教会に、教会に心を捧げているやつがや、おい、言っていいの？エッシャード。私と君は友人だ。そうだろう。もちろんです。さようでございます。友人よ。友人が困った時は手を差し伸べるべきだ。いいかね。だから私が困った時、君も力を貸してくれ。君は聖火教会の司祭だ。私の助けになるだろう。はい、はい、なんなりと。よし、よし、手を貸してやろう。それで、時にエシアド、娘を亡くして寂しかろう。うちの娘は一人くれてやろう。ふむ、アリアナなどどうか。ああ、アリアナタン。君の娘と年頃も近く、気立ての良い女だ。好きに使って慰めてもらうという、うわー、そういう意味。ありがたき幸せ。え、慰めてもらうってどういう風に。友人は何人いても困らぬものだ。アリアナはどうなるんだ。ちょ、こっち側行くか、先に。アイテム取りたい。あー、ちょ、待って、テリオンくんいないと開けられない宝箱があるんだけど。これな、なんかパーティーな、こう入れ替えられると楽なんだけどね、酒場行かないとできないっていうのが辛いところですね。あー、テリオンくん。さ、よし、今度こそ戦うぞ。やべ、4匹もいる。さあ、さあ、どう出る、どうしましょう。大怪魔法、あれ。炎効きそうなんだけどな。痛い痛い痛い。やばいやばい。踊れ。よし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 。よっしゃ。支柱活撃弾。お、これみんなに効くじゃん。行くぞ。負けません。ふむむむむむ。傷を癒したの。さてと。あんまり効かないな。レベルが足りないか。踊れ。
どうだ。これは効きます。お、よし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 。負けません。聖火の光輝きたまえ。よし、あ、弓がいないな。痛い。上がってきな。上がってきな。効かないか。斧も効かない。あ、ダガーか。どうしようか。電気はどうでしょう。あ、効かないね。何が効くんだこいつ。それで。よし、ナイス。ちょっとレベル上げていかないとね。アーフェンとプリムロゼ回復しよう。よし、下降りて、あ、もう着いちゃうけ、もしかして。あ、着いた。黒曜館、怖い。じゃあ今回ここで終わりにしておきましょうかね。いや、ちょっとなんか探索だけでもやりたい気もするけれど。あ、もう着いた。左腕の男、やっと会えたわね。この時をどれだけ待ったと思う。何者だ。うん、待てよ、見覚えがある。お前ちょっとボス戦になったら、次回に回します。砂漠の街で見かけた踊り子だな。あ、覚えててくれてる、ありがとう。あ、そう、プリムロゼ・エゼルアート。プリムロゼ・エゼルアート、まさかエゼルアート家のご令嬢か。思い出したかしら、私と私の父を。ジェフリー・エゼルアートか。よく覚えている。君の父親は強かったからな。ほう。頭もよく切れてな、なかなか隙を見せなかった。だが少々敵を作りすぎた。私の父が何をしたっていう。知るべきではないことを知ってしまった。これ何なんだろうね、知るべきではないことを。私たちの仕事はその報いを与えることでね。まあでもいろいろね、ご先祖からひどい、ご先祖は権力を奪うためにちょっとひどいことしてたって言ってたからな。分かってるでしょ、報いはまた次の報いを生むのよ。負の連鎖やで。そうだね。この探検は片時も話したことはないわ。父を忘れないために。父はいつも言っていたわ、己の信じるものを見つけろって。あなたたち、カラスの入れ墨の男三人を葬ること、それは私の生きる意味、私の信じるたった一つのものよ。覚悟なさい、左腕の男。あ、バトっちゃいますもう。そんな言葉を吐いた相手を数え切れぬほど見てきた。そして私はそれを全て葬ってきた。私はルフス、カラスの左腕を担う者。さあ来たまえ、エゼルアート家のお嬢さん。父親と同じ場所に送ってやろう。うん、おー、ということでボス戦になったんですけど、あ、ちょっと、おー、悪そうだけどちょっとかっこいいかも。今までのボスキャラで一番なんかボスらしいボスかもしんないな。よし、ということでじゃあ今回ここで終わりにしておこうと思います。いや、ちょっとレベルが足りないから勝てる気がしないんですけれどね。はい、まあ次回はボス戦からやっていきます。ご視聴いただきありがとうございました。